ことよ。はい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 、集合いきます。せーの、ウィアティーポイント。まず若葉アメリカ、好きなことをやりたいときはどんな気持ちだと思うけど、僕は今何言ってるか分かんない。珍しい。しし、俺が言いたいことは、はい、俺は今忙しい。だから君たちに今から好きなことをやる時間を与える。よっしゃー、お金無制限で遊んでこい。え、俺ちょっと本当に やらないといけないこと。素晴らしい。その名も無制限でお金使っていいよと弟と妹に言ったら何をしてくる。ダメだ。そうなんよ。今回なんですけど、はい、今からちょっとね外に行ってもらって全部僕がおごるんで無制限です。領収書使ったものを今から撮影してもらって、はい、まあ、その領収書だけ、全部集めてください。はい、で最後帰ってきた時にもちょっと何に使ったかっていう今回検証でございます。はい、時間がちょっと限られてるんで、うん、その間でできることを、やってきてください。やったー。はい、それでは行ってらっしゃい。行ってきます。あれでお茶や。おぉ、ただいまー。ちょっと待って。え椅子3つらしい。マミか。はい、こたつくんめっちゃ楽しかったです。お前めちゃめちゃ満喫しました。マミか、はい、今回のちょっとね、領収書あ、もうこの時点で見せちゃっていいですか。もちろん。おアミカは一体 1,2 時間で何するかい。やでも 1,2 時間って多いようで少なかったかもしれないですね。意外とな。さすがに3つあります。いいですか。では、はい、アミカ一体何をしてきたのでしょうか。3,020円、幸せのパンケーキ。はい、幸せのパンケーキ来ました。なるほど。はい、こんな感じのブランコ席に座ってみました。こたつくんが楽しんどいですって言ってたし、パンケーキ2つ食べちゃおうかな。幸せのパンケーキ1つと季節のフレッシュフルーツパンケーキ1つ。はい、こんなパンケーキを1日に2つも食べる贅沢は初めてです。はい、ということで幸せのパンケーキと季節のフルーツパンケーキみたいに届きました。そしてアイスコーヒー、幸せのめっちゃ美味しい。贅沢すぎません。午後に食べる幸せの贅沢。とにかくじゃあもうお腹減ってたんや。いや、そうなんですよ。なんで今回はちょっとこたつくんが贅沢していいよって言ってくれたので、初のパンケーキ2人前いただきました。かわいすぎた。え、ちゃんと全部食べた。いや、すいません、全部食べました。いや、フルーツもすごいな。お腹もはいいっぱいだらくなったところで、はい、次いいですか。はいはい、ドン。甲賀流たこ焼きです。じゃあね、お腹減りすぎちゃう。いや、違うんですよ。はい、甘いもの食べてお口が甘いのでしょっぱいもの食べたいと思います。やばくない？さっきパンケーキ食べても何もいらんっつってんけど、たこ焼き見たら食べたくなりました。ガチうまそう。これ大好物なんですよ。あ、死ぬかと思った。めっちゃ美味しい。水でほぼ流しちゃったけど、これ実は外で食べるのが美味しいんですよね。ぜひお食べください。甲賀流ママの親戚のお店親戚ってことは血がつながってるってことですかね。中学生の時にママよう遊びに来てたって言ってました。中学生ってママの中学生とかいつやねんな。お腹いっぱいやーって言って歩いとって甲賀しょっぱいのある。しょっぱいたこ焼き行く。めっちゃ美味しかった。
かな。いやいやいや、え、そんなお腹減ってた。言って3600円。そうなんです。全然いっぱい使っていいよって言ったの。いやもうでも最後、まあ最後、そうそう、最後期待していい。これまで満足しました。満足、はい、いきます。これ気になるね。だってちょっとリアルな、ちょっと領収書。いやそうなんですよ。いきます。え、怖いな。50万とかどうしよう。実はえ、たこ焼きやないかい。芝居だろか、芝居だろか。なんで、なんでこの子だけ。なんでそっち。なんかめっちゃみんなは嘘やろって思うかもないけど、たこ焼きのおかげで胃もたれとかもないし、お腹いっぱいっていうのもないんで、りんご飴買いに行きます。ねえみんな、決まってました。有名なりんご飴屋さんが、ここは買ってみたかったんですよ。カラフルなリンゴ飴売ってる、なんか東京にもあるっぽいんですけど、ここが閉まってたので、うわ何食べようって思ったんやけど、隣のたこ焼きとも思って、そう、真隣にたこ焼き屋さんあるからここも食べようと思ったけど、ここも閉まってるから、こちらのたこ焼きを買って事務所に持って、別にさ、胃袋がちっちゃくなるとかならへん。あのたこ焼きで、甘ったるさがなくなった。分からへん、分からへん、全然分からへん。ほんでこれ何個入りやった。これが、うん、じゃあもう芝居だろか。ちょっと待って、ちょっと誰ですか。おいおい、ありがとうございます。今日来てくれてありがとう。いやね、でもやっぱり、まあ俺にとっちゃやっぱラップが命っていうか、ビートビートビートやると。いや、俺ら今買ってきた休憩で買ってきたんで服をいっぱい。リーダーがくれた俺の時間。よ、いやぶちゃぶちゃごめん。全然ちょっと理解ができないんで、領収書まず見せてもらって。あめっちゃ笑うね。よし、せいや、せいや、せいや。あの、ワクワクくんのちょっとグレたバージョン。いやいや、ワクワクさんすか。ワクワクくん。ワクワクさんの。くんやったら、ちょっと正面に戻っちゃう。いきます。まずこれ。いやけど、あまりだと期待できるかも、こんだけかってね。いきます。3585円。古着の山久。山久さんですかね。書かれてます。あ、失礼いたします。ありがとうございます。カテゴリーごとで、なるほど、値段が決まってます。あ、一番安くて500円。はい、500円ですか。はい、すげえ。ちょっと見てみます。はい、こういうネクタイってこれじゃあいくらぐらいなんですか。500円。500円ですか、お兄さん。これ大阪すげえな。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。おーい、買いました。これ自分で買った。これ買いました。え、これ何枚と思うんですか。3580円。これが3000なんですよ。あ、なるほど。あ、合ってます。合ってます。500円。500円ね。これネクタイ、かわいい。これネクタイで、めっちゃ投げる。これネクタイが500円。ちゃんと感謝する。これが500円なんですよ。こういうユニチューンズっていうね、あのほら、おい、何だ、感謝せー、感謝せー。で、古着なんで意外とね、あのめっちゃコスパ良くてよかったんですよ。これ何やったっけ。これルーニーチューンズっていうアニメなんですけど。ルーニーチューンズめっちゃいいよ。めちゃくちゃいい、めっちゃいい買い物しよう。なんでこれしか、うわ、大丈夫、めちゃくちゃ安いよね。いいよね。いや、これからなんですよ。安そうと謙虚やな。アミカも5000円ぐらいしか使ってない。謙虚、謙虚、これ次が気になる。謙虚で、じゃあもう今回は服爆買いで。いや、いい言葉やな。いいね。じゃあ次です。はい、ドン。うおー、いいね。12273円。ポン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 。ノーティービルディングバンシー。そうです。ということで2店舗も来ました。アニさん、ご協力ありがとうございます。お店の名前はバンシーです。バンシーさん、ありがとうございます。この辺のクリア系を攻めるとやっぱ一番イケイケですね。イケイケですけど、イケイケですね。世界が緑になると思う。マジっすか。はい、なりますかね。なりますもん、これ。世界イケイケなりますね。イケイケな緑だ。なるほど、なるほど。可愛らしいのいっぱいあるっすね。ありがとうございます。ここ可愛いっすね、これ。青い帽子ね。これ、ここコーラっすか。
かわいい、ちょっとコーラ、これじゃこれ1個と、これサイズどんなもんですか、ちょっと小さめですか、あ、でも大きめかな、いや、小さいか、いや、サイズはこれで一応 L っすね。あー、いいっすね、ちょ、これもこれ可愛かった。ナイロン系、このリーボックのかぶり、あ、可愛い、リーボック可愛いっすね、これ可愛いっすね、はい、あとはちょっと USA っていう、なるほど、アメリカの代表のやつですね、なるほど、いや、でもちょっとこっち欲しいっすね。これもらっていいですか？全然もちろん。めっちゃいいと思います。うわ、嬉しい。しかも近くのビデオなんですけど、かわいい、あの、シドっていう、あの、まあ、キャラクターの、こうやって。あー、かわいい。これめっちゃかわいいですよ。お前、入るのそれ。入るんですよ。これ、L やってたのかな。入るか。ピチピチ。いや、俺、そんなでかい。最近のもう一個が、これ、ナイロンの。ショーは、はい、後でちょっと金集めてるよ。いや、それ僕的にちゃうの。そこ最近の島荒らされて困ってんね。ちゃんと集めてるどちら様ですか。これナイロン生地のリーボックってところ。あ、かわいい。緑好きやな。やっぱ緑なんで、あの明るすぎずにちょっと抑えめの深い緑で。お前入んの。入りますね。うん。入んの。俺身長7とか入れるやろ、この大きさ。感謝せよ。お、感謝するわ。ありがとうございます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 。躊躇なく使ってほしい、はい、買った額商品代としてスーパーグリゾーグリズゾーグリズリーあグリズリー、はい、お前そうやん、これこれそうやん、ちょっとグリズソーグリズソーグリズリーです、わからん、古着屋グリズリーでございます、僕古着屋大好きなんですけども、特別な許可は降りてますので、いつ入りたいと思います。これ BGM が入ったら図書作権入っちゃうから、俺が今声出してその著作権消すぜよ。なんかどっちがいいですかってあるんですけども、え、僕どっちの方が似合ってると思います、メンバーカラーとかあるんですか、緑ですね、あ、左か外してる、外してる、あ、かわいいっすね、デニムで合わせこれ知ってます、ないか、いや、わかんないですね、メキシカンパーカーっていうメキシコ発祥の変な古着独特なやつなんです、かわいらしいですね、メキパメキパ、あ、メキパって意味です、はい、なんか派手なんか言ってたか、派手色スイングとか、あ、いいっすね、ちょ一回なんか着てみますじゃん、それ一回着てみますよ、はい、どうも出来上がりました、行きます、やっぱお高いっすよね、これね、まあまあ、120万ぐらいしますよね、これ23,000 買いで、ありがとうございます、ありがとうございます、ヒルダシコーデ組みますって組んだろこれ。なお、レゲエのヒルダでございます、お姉さん、はい、今これ何がテーマ、これ何がテーマ、レゲエ結構いいじゃん、可愛いっすよね、結構いい感じ、めっちゃ俺も変わったパーパーとかあったんで、はーい、おい、戻ってすいません、何時間もすいません、兄さん、あれ兄さん服買ってきた、え、服はそのままです、なんで UV の汁かと思うんですか、ちょっとさっきレゲエのおっさんだ、レゲエのおっさん誰、おいら、え、おいら、じゃあ領収書もらってきます、じゃあ領収書ですか、ちょっと怖いねんけど、一番怖いねんけど、大丈夫です、おーマン、え、どういうこと、これセブンイレブン何買ったの、はい、僕がリーダーに合流してこいって言われたものはですね、なんとこんなところに売ってます、じゃーん、コンビニでございます、金を持ったらまあこれにするでしょうってやつがあるんで、それ買います、ちょっとなんかガチャとかしたいんじゃないの、それでしたいんじゃないのお前何やったっけこれさ、前1万円でなんか適当に買ってきてみたいなやつさ、もうガチャやってガチャ行きたいんじゃないかな、もう案件みたいになるからもうやめて、あ、一緒に言いましょう、ちなみにこれ案件でございますね、ちなみに今回やるゲームはワンピースワンピーラッシュもうほんまにワンピースも嬉しいと思うで、ここまで来たよ、あのよかったワンピースさん、ちょっとバウンティーラッシュのね案件をぜひちょっとお仕事持ってます、あんまり雑魚若はゲームチャンネルやってるんでぜひ上げてください、ここまで、何が当たったらいいの、ペロスペロこれ
ペロスペロ、ビスタ、ウルティが当たったら嬉しいですね。この中で特に欲しいのはタイプはウルティ。もう同じ絶対言うもんだわ。じゃあ、このウルティは誰にコスプレしてもらいたい？わえっちゃん。えっちゃんやな。いや、俺もえっちゃんだと思う。さすが、カデブラです。お、キャスみたい。おいよ。めっちゃいいじゃん。金肌の？いいよ。あー、最悪やん。黒ってあかんって聞いたことある。ほら、これ全部金ならめっちゃ熱いっす。ちょ、大事に行こうぜ。大事に行こうぜ。兄ちゃん、大事に行こうぜ。ルフィ一人。え、最悪やん。あー、だからここない。ちょ、大事に行こうぜ。え、もう、あの、まこうぜ。まこうぜ。うん、次の撮影もあるからな。ちょ、もうマジか。次行こうか。いいやつじゃなかったらもう、これダメ。まあ、ぼちぼち。あ、金、金、おい、いけ、金さん、いけ、押せ、押せ。できるわ。これはいいんじゃない？それはちょっと、ゆっくり行く。これなんかあんの？バウンドマンかスネークマンならいいやつあります。頼む。あ、頼む頼む。いいな。おへへへへ、スネークマン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 。おおおおお、めっちゃいい、めっちゃいいよ。めっちゃいい、すげー、いける、めっちゃいい、めっちゃいい、マジすげー、めっちゃいい、やばい、すごいすごい、めっちゃ逃げたこと、めっちゃ大好き大好き。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここ。